続いてロブスターさんあ青山さんこんにちはすごいあ,あ青山さんこんにちはこ,こんにちはぼっちだラジオ配信決定おめでとうございますなんとなく初回は交代パーソナリティを呼び込むのに時間がかかったりソロで収録していそうな気がします勘のいい楽器が現れてる僕は原作からこの作品が好きでアニメになってどんな演奏になるのかそしてぼっちちゃんの崩れ顔がどんな風に表現されるのかがとっても楽しみです ラジオも一風変わった感じになりそうなのでアニメと共に楽しんでいこうと思いますどうしようここまで聞いてくれてるかなロブスターさん,なんか頭の10分くらいでこいつなんか思ったよりだなっつって切ってないからうわー10分切りラジオの10分切りは禁止カードですよそうですね多分原作が好きで「ぼっち・ザ・ロック」が大好きで聞いてくださってる方の期待を裏切らないように あの真面目で青春女性声優キラキララジオやっていきたいと思いますよろしくお願いしますなのであの頭のツイッターのくらシ全部カットにしてもらおうかななんかもうちょっとなんかなんかあるだろうキラキラエピソードあの私あのあのスイカの種飛ばすのめっちゃ得意とかなんかそういう明るい話もうちょっとしていきたいです続いてペンネームムーネ・オジラさんあラジオネームさんだ おもろ。あ、お疲れ様です。現在夏休み中ですが、遊ぶ友達いなくてメール送りました。ラジオ頑張ってください。以上です、はあ。すごい、私のことちょっと友達だと思ってくれてる人がいる。嬉しい。でも、もう夏休み終わったんですかね、ムーネ・オジラさん。ムーネ・オジラさん、呼び面。ラジオネームさん。すごいな。しかもちゃんとボッチちゃんはね、 ち,ちゃんというキャラクターはあの後藤にあの言葉の始まりにですね「あ」をつけないと話し出せないっていう特徴があるんですけどロブスターさん同様つけてくださってますねお疲れ様です遊ぶ友達がいなくてメールを送りましたそうね友達いないんだでもそんなもんだよ大丈夫あのこのラジオにいる人達なんてみんな友達いないんだから友達いないどしてる友達になったらもう友達だよ そうやってみんなババ抜きのように一抜けしていってください